メイクしてる？ユリからだ。珍しい。なんだろう。ヘルプ。え？緊急速報。知らないでは済まされない。絶対拡散希望。一体何が。ユリどうしたの。ああ、君か。なんだこのソフト、通話もできるのか。そうそう、友達登録した相手とは無料通話もできてね。そんなことはどうでもよくて、一体どうしたの。連絡しないのないのだが、実は今大変な苦境に陥っていて。というと。端的に言うと、腹が減った。死にそうだ。は？ハングリー、フンガー、ファーメン。ご飯食べてないってこと。そんなの、普通にコンビニでも行けば。無茶を言うな。自慢じゃないが、私はリアル店舗で買い物などしたことがない。今までどうしてたの？全部、ネットストアで購入配送してもらっていた。だが、いつものサイトがクラックされていて、絶賛メンテ中なんだ。そのため、かれこれ2日以上飲まず食わずでな。気づくと手先が震えて、視界も朦朧としているありさまで、いかん。携帯を持つ力もなくなってきた。もう指先の感覚が。わかった。今そっち行くから、ちょっと待ってて。30分以内に到着するから。はぁ、助かった。脳にエネルギーが回っていくな。ありがたい。すまない。わざわざ休日に呼び立てて。おかげでまた研究を続けられそうだ。では。いや、ちょっとは休みなよ。ほら、しばらく仕事禁止。ジュース飲んで休憩。まあ、君がそう言うのなら。しかし、よかったのか。わざわざ休日に。私などのために時間を割いて。あんなメッセージもらったら断れないって。だいたい、私に連絡つかなかったらどうするつもりだったの？どうもこうもない。万事休すだ。学校でプライベートの連絡先を交換しているのは君だけだからな。さて、もういいだろう。これ以上時間を取らせるのも悪い。後の始末は自分でつける。ちょっと、一つ聞いていい？確かに、ご飯は少し多めに買ってきたし、まだ残ってるけど、明日からどうするの？ネットストア、まだ復旧してないんだよね。心配するな。今カロリー補給したから、あと48時間は持つ。それまでには私のボットがクラッカーどもを駆逐しているはずだ。ちなみに、前回の食事は60時間前だ。己の限界を見定められたことで、今後より一層効率的な栄養補給ができるだろう。ダメだ。この子を放っておいたら本気で干からびても不思議じゃない。ねえ、これから一緒に買い物に行かない？ご飯もだけど、簡単な調理器具とかあれば便利だよ。お店で買い物の仕方とかも教えてあげるから、ね。しかし、
また倒れて呼び出されても困るからさ、私のためだと思って。なるほど、そういう理屈であれば確かに。わかった、行こう。そんな決死の顔するほどのことじゃないと思うけど、まあいいか。君、なんだこの食べ物は。とろけるように甘くて、そしてひんやりとしているぞ。パフェ、食べたことないの？パフェ、なるほど、これがパフェか。しかし、上に乗っているのはアイスクリームというやつだろう。パフェにも、いろいろな種類とトッピングがあるんだよ。これはストロベリーアイスパフェ。バナナとか、チョコも乗せられるけど。なんということだ、核の複雑なオペレーションは知性のテンポが実現していると。まさかこれほどなんて。どうした？いや、世間知らずだとは思ってたけど、ここまで知らないとは思わなくて。正直私も驚いている。ここまで世間一般と私の常識がかけ離れていたとは。普通本屋さんで本の内容いきなり書き写したりしないよ。ネットで参考になった情報をブックマークするくらいの軽い気持ちだったんだ。食品売り場でミネラルウォーターの蓋を開けて飲み始めたのは。飲食した分を後で生産するシステムなのかなと。服屋さんでいきなり服を着替え出したのは。試着室というものがあるのを知らなかったんだ。あと周りの人があんなに騒ぐと思わなくて。よく今まで生活してこられたね。子供の頃とか親に注意されなかったの？君はサヴァン症候群という言葉を知っているか？何？サバンナ？サバンシンドローム。脳の機能不全に伴う症状の一つだよ。記憶力や計算能力、状況把握能力が常人に比べて異様に高くなる。まあそもそも現代医学ではそれらの因果関係すら解明できていないがね。分かっているのは経験上、コミュニケーション障害を持つ者のごく一部に特殊な能力を発症させる者がいるということだ。ふーん。で、そのサヴァン症候群がどうかしたの？私も幼い頃にその症状があると診断されてね。海外のギフテッドプログラム、特殊教育課程に進まされたんだ。え？おかげで普通の学校生活を送れるくらいにはなったがね。まともな同年代の思考回路は未だによくわからないままだ。皮肉だろ。物理学や数学をいくら極めたところで、一番身近な人の心というものが私には理解できないんだ。そうだったんだ。なんかごめん、立ち入ったこと聞いちゃって。構わないよ。私にとっては今更の話だ。誇ることでも卑下することでもない。そろそろ行くか、もう日も沈む。家の人も心配するだろう。あのさ、ユリ。ん？ユリが人の心をわからないとか、信じられない。でもそれを、どう言えば伝わるんだろう。わからない。ユリを納得させられる言葉が見つけられない。なんでもない。うん。帰ろうか。ああ、でも、学校まで一緒に行くよ。荷物も多くなっちゃったし。手分けして運ぼうよ。そうか、すまないな。ふぅ、あらかた買ってきたものは片付け終わったな。なんかユリ、静かだな。自分の昔話をするの、やっぱり嫌だったのかな。助
立ち入ったこと聞いてごめんって、もう一度謝っておこうかな。ユリ、あのさ、さっきのことだけど、あれ、ユリ？ちょっと、ユリ？どこに行ったんだろう。黙って帰るのもなんだし、ユリに声だけかけていくか。ところにいた。もう急にいなくなったから心配したよ。ユリ？ユリ？今のは悩んでる場合じゃない。してる時と同じ感じがしたの。それで来たんだけど、周りがすごく静かなんだけど。ひとまずフラグメントを探してみようよ。ない。フラグメントがどこにもない。特に暴走している様子もないし、ここには何もないよ。ひなちゃん、もう帰ろう。そんなはずない。まだ探してないところがあるんだよ。ほら、あっちの方とか。ひなちゃん、ひなちゃんだって分かってるはずだよ。ここには本当に何もない。ユース、ここで悩んでても仕方ないよ。戻って合流しよう。分かった。帰ろう。ユリ。私は。よかった。心配したよ。大丈夫だったみたいだね。ユズ、ライム。君たちは、なぜここに？なんだ、本当に何もないのね。もしかして、感情がないのかしら。だとしたらどうだと言うんだ。残念。煽ればいけるかと思ったけど、これじゃフラグメントはできなさそう。ライム！何の話だ？フラグメント。話すよ、全部。何が起こっているのか。なるほど。
そんなことになっていたと。信じるの？ああ。私の研究結果と照らし合わせても辻褄が合う。欠けていたピースがぴったりハマった気分だ。聞かせてくれないか？私の心はどうなっていたのか？どんな感情を示していたか？それは。そうか。やはり何もなかったんだな。ごめん。君が謝る必要はない。感情のあるなしは私の問題であって、君の行為の結果ではないのだから。しかし、そうか。こうして見ると、少し期待していたんだとわかるな。出自は多少異常でも、ひとかけらくらい。人間らしい心が残っていたのではと。結果はこれだ。何の彩りもぬくもりもない後付けのプログラムで出来上がった人格、佐伯百合という個人には何もない。ただのガランド、虚無だ。そんなこと。どうしたの、ひなちゃん。違うよ、百合。何がだ。思い出して、ユリ。さっき、心がないかもって聞いたとき、あなた、なんて言った？何って。だから、ガランドだと。違う！その前！前？ユリは、期待してたって言ったんだよ。心がない人が、期待なんてするの？もし、本当にユリに心がないのなら、ないことを疑問にも思わないはず。それにユリ、さっきからすごく悲しそう。辛くて胸が張り裂けそうな顔をしてる。それはユリはきっと恐れてる。自分自身が不完全だって言われることを。でも恐怖だって悲しみだって立派な感情なんだよ。何度だって言うよ。本当にユリに心がないのならそのことを疑問にも思わないはず。疑問に思っている時点で、それはユリに心があることの証明。違う？抗議とエルゴスム。え？我思う、故に我あり。と。なるほどな。確かに今日、君と過ごした時間は、とても興味深いものだった。そう、今までになく、これが悲しい、これが苦しい。そして、君と一緒に紡いだ記憶。ああ、そうか。これが楽しいという感情か。これって、え？どうしたの？感じない？ユリッチから感情が溢れてくる。まるで、スイッチが入ったみたいに。間違いないよ。フラグメントが、出現してる。こんなことが。これが、私の。どういうものか掴めてなかっただけで。だからわからないことがあったらいつでも連絡してよ。相談に乗るから。私たちは友達だよね。承知した。存分に頼らせてもらうとしよう。
こんな朝早くに。っていうか、まだ4時？大変だ。え、ゆり？どうしたの？昨日の今日で。またトラブルでも？復旧したネットストアでパフェを注文しようとしたら、評価系は無理と言われたんだ。どうしたらいい？私は今、無償にパフェが食べたい。食べなければ研究が進まない。とりあえず例の店に行きたい。10分後、部室で待ち合わせる感じでいいか？いつでも相談に乗ると言っただろう。友達という言葉は嘘だったのか？友達にもできることとできないことがあるよ。っていうか、こんな時間にお店開いてないし。メンテ中ということか。では私の方でシステムに侵入して、強制的にプロセスを立ち上げて。そういうことじゃないし。ああ、もうとにかく今は寝かせて。Thank you.
おや。おや。